ニコンのレンズ設計者は昔からまず自分で写真を撮れと教え込まれます。そのために業務時間内でも写真を撮りに出かけたりとか、まあ、とにかく変わった人が多くて、写真を撮っては設計にどう生かすのかを延々考え続けていたりします。確かに変人は多いですね。コーヒーブレイク中もずっとレンズの話や設計談義をしています。こういう自由な話し合いの中でアイデアが生まれてくることもよくあります。良くも悪くもオタクが多くて、自分で撮影するならこうしたいなと考えて設計しますし、自分でテスト撮影をする人も結構います。そういった中で培われてきた個人のノウハウやアイデアをグループで共有化して、新たなニッコール哲学に育てようとしています。レンズ設計を始める段階ではある程度参考にできる情報があることもありますが、基本的には一寸先はもう闇です。頂上の見えない山を登っているイメージです。このルートで正しいと思って登り始めても、途中でこれでは頂上にたどり着けないということもあります。その時に一旦下山して新しいルートで再挑戦するのか、そのルートで粘ってみようとするのか、その辺の判断で個人差が出ます。新しい仕様のレンズの開発は新しいルートを見つけることと同じです。一発で見つけられることの方が少なくて、だいたい何度か絶壁になっていて登れなかったり滑落したりします。そして獣道かと思っていたルートの方が入ってみたら意外に高く登れることもあります。そういう時は登山家じゃないですが、やったぞという感じですね。過去の名設計者も当時の常識からしたら、そこから登ったのかといったルートを探し当てています。私もそうした設計を目指すために、いろいろなルートを考える視野の広さと、滑落してもへこたれない楽観性を心がけています。登山、そうですね、その通りですね。また答えがないという点では、レンズ作りは芸術と言えるかもしれません。ただ私たちが作ったレンズはそれそのものが作品というわけではなくて、ユーザーの方が手に取って写真を撮って素晴らしい一枚が撮れた時に初めて芸術が完成するんです。自分自身が撮ることを含めて、どんな人がこのレンズを使ってどんな写真を撮るんだろう、そこを考えながら設計を進める時間がとても素晴らしく楽しいですね。